さて、日朝修好条約が日本と朝鮮の間で結ばれました。でその後の日朝関係なんですけども、国王の高僧の外戚ですね、つまり母方の親戚ですね、要するに奥さん、国王の奥さんの一族である銀氏っていうのがいいんですよね。まあ、これ朝鮮読みはハングル読みは民氏っていうんですが、この民氏の一族が開国派として国政を牛耳ったんですね。で、我が国と積極的に開化政策を進めるということで、日朝修好条約が結ばれてから数年間は我が国と朝鮮との間は非常に友好的な関係になってました。で、日本これで貿易額を増大すると当然国家の国交を結ぶんだから、日朝両国にとっては非常に理想的な関係を作ることができたんですね。ところがこの関係は長続きしませんでした。開化政策に反対するもう一つの一族があったんですよ。それは今言いましたね、この民氏は国王の外戚やと。で、今度国王の父親ですね、父親である大隠婚、まあ別に、これハングル読みでテウォン君なんですけど、この民氏と大隠婚との間で争いが起きるんですね。で、この大隠婚は側が明治15年、1882年です。この大隠君がクーデターを起こします。クーデターを起こして朝鮮の政治を乗っ取ります。で、この時に同時にですね、朝鮮にある日本公使館、今の大使館になるんですね。公使館を朝鮮人の兵士が襲って、民間人である公使館の会員らが殺されました。で、この事件のことを1882年です。1882年のこの事件のことを神戸事変と言います。1882年にこの神戸事変が起きてしまいました。で、この事件をきっかけに我が国は何すんねんということで朝鮮に出兵しました。そうすると属国とみなしていた清国も同時に廃止しました。あ、このままじゃ武力衝突かなと思ったんですけども、ここで我が国が折れるんですね。朝鮮側と賠償条約、これ西国保条約なんですけども、西国保条約を結ぶことでなんとか武力衝突を回避したんですね。で、我が国からしてみれば余計な血を流すことはないと、日本人の独特の、ね、考えですね、話し合いで解決しようということですよ。で、武力を用いずに話し合いで解決しようと。だから日本人は、公使館の会員、民間人を殺されたにもかかわらず、なんか我慢して話し合いで条約を結ぶことで事件を終わらせたんですね。ところがこれがね、意外な方からもう考えもつかないことを言っちゃったんですよ。どういうことかというと、この話し合いで解決しようとする姿勢は、なんや、日本って清国に比べて弱腰やなという印象を植え付けちゃったんですよ。で、これ以降朝鮮国内では日本よりも清国に頼ろうとする時代派、時代派の動きが強くなる。ですので、日本と北朝鮮にとっては好ましくない関係なんていうんですね。ちなみにですね、この神戸事変ですけど、神戸事変の際に私言いましたね、清国も同時に派兵したと。じゃあその清国の軍事力を失って清国の軍隊のトップは誰かというと、実は後の中華民国大総統の袁世凱です。実は袁世凱なんですね。で、もう一つおまけみたいな話なんです。この大隠君いますね。大隠君は要するに何をしたかったんだろうね。開国派を打倒して清国寄りの政治に戻そうと思ってクーデターをしましたよね、大隠君は。ということはね、これ清国から見ればどうなんですか。自分のために働いてくれた男なわけですよ、大隠君は。自分のために働いてくれた、要するにええやつなんですね。大隠君って非常にいい男なんですよ。秦国からすればね、ようやったなという感じじゃないですか。
じゃあその第二項、新項からどういう扱いを受けたか皆さん知ってます？なんとね、事変の後に身柄拘束されて秦国に連行されてるんですよ、ね、秦国のために汗を血を流してクーデターを起こした大英雄も朝鮮国内のクーデターで朝鮮国内を荒らした男やということで捕まえると。なんで秦国はこんな出世すると思うんですか？理由は一つしか、属国だからですよ。別に大陰君がやってくれようがやってくれたことはありがたいことだけど、お前は結局クーデターで世の中の朝鮮国内を乱したやないか。そやからお前は逮捕もそうですよ、用済みなんですよ。大陰君お前ようやってくれたから、しかしお前も用済みや。これ以降秦国の言うことを聞いてくれ、わしの言うことを聞いてくれたらもうお前いらんってわけですよ。この仕打ちを見れば当時秦国が朝鮮に対してどんなふうに思ってたのか、極めて冷徹な態度というのがよくわかりますよね。それが属国の運命なんですよ。